はい、皆さんこんにちは、長尾隆です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。やらかしました。また武蔵野市、今日の記事はこちらです。子どもに理由問わず休む権利、武蔵野市権利条例、専門家誤った子ども中心主義指摘ということであります。産経新聞のこちらの記事でありますが、さあどうですか皆さん。これもちょっとね、記事を読み進めてまいります。ご覧ください。東京都武蔵野市が来春にも市議会に提案予定の子どもの権利に関する条例について、市検討委員会の最終報告案が29日判明した。続けます。子どもの諸権利を具体的に定義した上で意見形成表明をする子どもアドボケーターや、侵害された場合に調査や勧告を行う第三者機関、子どもオンブズパーソンの設立などを盛り込んだ。さらに続けます。産経新聞が入手した委員長案とある、報告書では、子どもには自分らしく生き育つ権利や自分らしさを取り戻すために休む権利、自由な時間余暇を持つ権利があると謳う。もう恐ろしいですね。続けますよ。休む権利についてはどのような理由でも取得でき、いいですか、どのような理由でも取得できちゃうんですよ。学校も欠席扱いにならない、子ども特別休暇の導入も検討する余地があるとの補足意見をつけた。最後にですね、記事にもうすでに紹介しました。また子どもが社会のマイノリティになりつつあるとした上で、そもそも子どもはマイノリティですけどね、意見表明などについて支援を受けられる権利があるとする。具体的には意見や権利を主張する代弁者を意味するアドボケーターやオンブズパーソンがその役割を担うということでありますが、さあ皆さんいかがですかこれ。表にまとめるとざっとこんな感じなんです。子ども像、特に切実で大切な権利、子どもオンブズパーソンという流れなんですけど、ちょっとね一個一個見てみたいと思いますね。まず子ども、生まれながらに人間としての意思を持っている、これはそうですね。自己の権利を実現する主体、ただ権利っていうのは義務とともにありますんでね、この辺は議論の余地があろうかと思います。少子高齢化の中で圧倒的な大人社会の影響下にある、これはもう現状としてそうですよね。総人口の10分の1程度のマイノリティの位置に立たされている。それは子どもの数が今少なければ、これはマイノリティという位置づけというのはありだと思いますが、そこにですね、権利を与えるということについては、じゃあそれに対応する義務はどうなるんだろうというようなことですね。ちょっと進めますね。こちら、特に切実で大切な権利、安心して生きる権利、これはありますよね。自分らしく生き育つ権利、これもあります。休む権利および自由に時間を過ごす権利、もう野放図にですね、子どもが理由もなく休んでもいいよ、あるいは欠席扱いにならないような、こんなことっていうのはね、許されていいんでしょうかね。自己の気持ち願いが尊重され、意見表明し参加する権利、これはある程度いいんですが、大人というか社会にとってそれはわがままだろうと、道徳であるとか秩序に反するよ、そんなね、自己の気持ちの表明であるとか願いというのが尊重されるのが果たして大切な権利なんでしょうかね。遊ぶ権利、それは権利はありますよ。だけどもいつでもどこでも遊ぶ権利があるんでしょうかね。これはもう明らかに行き過ぎてます。自分の意思で学ぶ権利、自分の意思でって言っても、勉強したくない時は学ばなくていいっていう、そういう権利を与えるということなんでしょうか。差別されないで共に生きる権利、これは一般社会通念上、これはもう当然権利を有しているということになります。最後の柱の子どもオンブズパーソン、辛さ悲しさなどを感じた時などに相談可能、これは あった方がいいと思いますね。定員は3人で再任を妨げられない、会食規定あり、人格が高潔で子どもの権利に関する有識者から市長が委嘱、
人格が高潔っていうのは誰から見て高潔なんでしょうかね。誰が判断するんでしょうかね。市長が異色ということであれば、まあ、市長が必ずしも人格が高潔でないという場合においては、異色された人たち、さあこれ考えもんですね。調査に全面的に協力する必要があるとの規定が必要。活動内容は毎年度市長に報告し、その後公表されるということであります。まあ、これがですね、いよいよ武蔵野市議会で議案提案されるということでありますけども、専門家はね本当に危機感を持っております。まあ、ここで補足の説明なんですけれども、今子どもの権利条約については全国で60兆の自治体で制定されてます。で、大体4つの、まあ、柱になってます。まずは生きる、育つ、守られる、参加する、この4つの柱が中心なんですね。で、これまでですね、記事にある休む、遊ぶ、これは議論をされてきたんですけれども、これはどこの条例、自治体においてもですね、これは入ってきてないんですよ。ただ松戸市、千葉県の、ここはねとんでもないことになっているそうです。フリーセル保育という、まあ、象徴的な言葉を使ってね、子どもは権利を行使する存在で、意思は最大限尊重され、大人と対等の存在、こういうね概念盛り込んでフリーセル保育っていうのを実施したらしいんですよ。で、その結果ですね、まあ、例えば言葉遣いが悪くなる、これはもうこんなこと許してたら当然ですよね。言葉遣いが悪くなる、あとはねびっくりするのは犬食いになる、もう手で食べる、箸を使う、スプーンを使うではなく、もうお皿に直接口をつけて犬食いになる、こういう子供が出てきたらしいですよ。もう注意する大人がいなくなった。いやいや、それはね子供の権利だからね、子供のねやらせたいように自由にやった方がいいんだよっていう結果、そんな子供ができちゃった。これはね子供の責任じゃなくてやっぱりね大人の責任ですよね。さすがにね松戸市も行き過ぎを認めたという事例がありますただここでね、やはりどうしても、この産経新聞の記事にもあるんですけれども、各種条例にですね、自治王や日教組などの団体、この存在がね見え隠れするんですよね。で、例えば児童人権手帳というのがあるそうです。ここにはね、なんとね、おそらく自治労や、日教組のご指導のもと盛り込まれた言葉だと思うんですが、驚くフレーズがあります。私たちの力を合わせ日本全国をひっくり返すという記述があるそうです。何をどうひっくり返していくんですかね。つまり全てとは言いませんが、こういった行き過ぎた子どもの権利条約を考える自治体の背景にはですね、子どもの権利を振りかざし社会を動かそうとする意図が見え隠れするということであります。やはりね、子どもにはもう本当精神的に肉体的に健康でね、すくすくと健やかに育ってもらいたい。そして子どもは何も分からない無垢の人格を持っていますからね、社会のいい影響を受けて子どもたちは育っていくものであります。で、育てていくのは大人の責任であり社会の責任であるということになりますね。ですから権利を認めるなんていうことは言いません。ただ認められる権利、あるいは
お酒を飲む権利なんてのもないわけですよ。子どもたちのことを思って、この権利はまだ皆さんには与えられないよ、その代わり子どもになり代わってしっかりと皆さんの権利は守るよ、でも時に世の中社会に出ればね、理不尽なことばかりですよ。もう純粋培養で育ってしまうと、いざ社会に出た時に生きる術、これが身についていなければね、本当に子どもたちもうなんというか薄弱で弱く、本当に自立できない、そんな子どもたちをね世に送り出してはいけない。ですから我々大人が頑張っていかなきゃいけないということになるわけですね。まあこういったね、行き過ぎた権利条約についても、これをご視聴の皆さんと一緒にですね、厳しく今後推移を見つめてですね、変な方向に行かないようにそれぞれの立場で頑張っていきたいなと思っております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本日はこちらで失礼いたします。